発生緊急停止。地震発生緊急停止。こちらは急停車いたします。お足元にお気をつけください。地震発生緊急停止。津波です。竹原構内進入させ措置完了。進入させ措置完了。はい、もしもし、こちら運転士です。車掌です。はい、こちら運転士です。ただいま確認したところ列車の脱線はありません。架線等はないんですが、ホームが崩れているため前進することは不可能です。津波の避難場所なんですけど、規定で一番近いのが竹原市民館の2階が一番近いので、そちらに避難をしようと思います。はい、車掌が先導を行います。運転手さん、では最後、降車の確認、車内の確認をお願いいたします。係員の指示に従ってください。また手伝いの方、協力者の方いらっしゃいましたら、お近くの乗務員室までお越しください。お手伝いをお願いいたします。そのまま動かないでください。列車から降りて動かないでください。飛び降りれる人はそのまま降りてください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これでいいですか？今回訓練は社員の参加っていうことがあったので、スムーズにいったかなと思うんですけど、実際の場面ではいろんなお客様が持っていらっしゃいます。いかにですね、しっかり正確な情報を伝えて、まず冷静な行動が取れるように案内するっていうのが実際の場面での課題かなと思っております。